空と君色。はい、どうもおじさんです。ということで、ね、今回はこちら空と君色という作品やっていきたいと思います。なんかね、偶然ツイッターで見つけたんですよね。ツイッターというか X か、 X で見つけたんですよね。このチョコソフトっていう、なんか泣きゲーを作るぜみたいなことを言っとるメーカーなんですけど、そこの作品ですね。で、体験版の、リリースがされてたんで、あのツイッターでさ、あの YouTube でゲーム実況していいかって言ったら、いいですよって言われたから、ああじゃあやろうと思って、うん、割と登場人物もそんなに多いわけじゃないし、うん、なんかちょっと気になった、パッと見た雰囲気で、ああなんか、うん、いいかもと思ったから、ちょっとやってみようかなと思って、まあ本当に情報がゼロなんでね。おじさんいつも情報、前情報入れないんでね、メーカーのあらすじとか読まない人なんで、あの読んでしまうとなんかあのファーストインプレッションのあれができないから、なんかリアクションが冷めるんよね。あといって演技できんしさ。まあそんなのは置いといて、はい、じゃ あのどれだけのボリュームなのかは分かりませんが、ちゃんとボイスもついてるみたいで、ただ音声の調整がね、BGM がちょっと大きくなるとあれなのと、そこら辺がちょっとね大変かもしれん。ちょっと音がちっちゃいかもっていうのが、うん、BGM がでかすぎるか音がちっちゃいか、あの ボイスか、ボイスがちっちゃいかどっちかになるんで、そこら辺はまあなんとか分離することはできませんから、まあちょっと頑張ってみようかなっていうのは、まあ努力はしますけどね、いろいろ調整ね、うん、修正はかけますけど、まあいろいろやってみようかなと思いますんで、はい、今回からお付き合いください。ではもう早速いきましょう。いつまでも、いつまでも変わらないものはあるだろうか。あらゆるものは一時的な状態でしかなくて、変化していく世界の中、自分というものですら不変とは思えなくて、なら変わらないものはどこかにあるだろうか。美咲かなた、そろそろ帰ろうかな、強い西日が窓から部屋をオレンジに染める。こうやって部活で放課後に居残ることももうないだろう、うん、まあそれもそうか。何せ、今年うちの天文部は部員が僕一人だ。このままなら遠くないうちに廃部が決定する。そうだ、望遠鏡は持って帰らないと。そもそも今日はそのために来たようなものだ。結構、古くてボロボロではあるけど、置いていくわけにはいかない。最後に荷物をまとめて部屋の中を一別する。美術室よね。思えばあっという間だった気もする。先輩に強引に誘われてこの天文部に入って、あれから1年、僕も2年生になって、先輩は受験に備えて引退。1年生の新入部員はなし、部の廃部まで秒読みだ。たった1年、それだけの時間で僕らの周りの環境は大きく変わっていく。どうしようもなく当然のことだった。学年が上がればクラスが変わるし、卒業すれば学校も変わる。そして環境が変われば人間関係も変わってくる。こうして何もかも少しずつ変わっていくんだろうな、なんてつぶやきながら僕は教室を後にした。部屋の戸締まりをして鍵がかかっているかをもう一度確かめる。よし、大丈夫。思ったより遅くなってしまった。本当なら望遠鏡だけ回収してすぐに帰るつもりだったのに、結局日が暮れるまで意味もなく、老けていた。ほけていたか。老けていた。めっちゃ廊下長えな。
廊下の下に何かの音が響いてくる。何かを叩くような高めの音。あれか、目の見えない感じなんだな。タイトルの子だよね、多分。何の音だろう。誰もいない静まり返った廊下ではより一層際立って音が聞こえた。あっちの方かな。音のする方に少しずつ近づいていく。音の出所もだんだんこっちに近づいてきているみたいだ。多分この角を曲がれば。規則正しく一定のリズムで鳴っていたその音はそこで止んだ。どなたかそこにいらっしゃいますか。目を引くような白髪。廊下に差し込んだ西日を跳ね返すように艶やかで、もはやそれは発光しているのかと一瞬勘違いさせるほどに眩しく光った。はい、何ですか。つい返事が遅れた。よかった、こっちから音がしたのでどなたかいると思いまして。安心したように彼女が声を漏らす。改めて彼女を見る。それだけで大体の状況は分かった。もしよければ出口まで案内しますよ。あれ、髪シルバーやったっけ。俺じゃない。ん、どうしてですか。いや、どうしてってなんだろう。気を使ったつもりが何やら怪しまれたらしい。ごめん、余計だったかな。いえ、そのそうではなく。どうして分かったんですか。彼女は不思議そうに尋ねてくる。その様子を見るに僕の考え自体はあながち間違っていないらしい。見れば分かりますよ、それくらい。見ただけでですか。ありのままに伝えたつもりだったけどあまり納得していないみたいだ。迷ってるんですよね。僕も今から帰るんで出口まで送りますよ。それではお願いします。回想だなんかの。あ、ちなみにちょっとしたおじさん豆知識なんだけど、まあ別におじさんが発症ってわけでもないからそんなにどやるあれはないんだけど、こういう目の見えない人を、サポートなんか補助して歩いたりとか案内とかする場合は、前習いの、姿勢あるじゃないですかね。肘を曲げて腕を前に出す、その曲げた状態でその目の見えない人の手を自分の、肘のあたりに添えて持たせる感じで歩いたら、すごいアシストがしやすいです。結構こういうのって右手で背中を支えて左手で手を持ってみたいな感じとか、そのまま手だけを引いてずいずい歩いていこうとしたりする人が多いんだけど、そのね、前習いの肘を曲げた状態で相手に肘を持ってもらうっていう、その何て言うかな、腕を組むカップルのもうちょっとだけ距離離れたバージョンみたいな。のイメージすればわかるかな。そうすると、肘をその前習いにした状態になると、例えばまっすぐ歩くときは肘がまっすぐなんでそのまままっすぐですよね。で少し段差に登ったりすると、肘って結構上がるんですよ。上にクッと肘が上がるんですよ、体が持ち上がるから。そうするとその肘の動きで、あ、ここ段差があるんだなっていうのが感触でわかるんですよ。で下がるときは肘が下がるんで、降りたときはね、降りるときは肘が下がるんで、同じようにそのこっから先降りるんだなっていう、その相手に心構えというかそういうのを与える。まあもちろん口で言うのも大切なんだけどね、だからそういうね、ことができるんでね、まあ詳しくは自分で調べてみてくださいこんな感じで話して大丈夫なんかな。週明け月曜日。週明け、なるほど、回想じゃなかった。へえ、そんなことが。わお、スーパーヤンキー。
なんか陰キャのクラスメイトはこういうなんかヤンキーかっこ真面目みたいな、うん、結構あるよね。まあ対比として必要だからね。奥村圭君で、で、はい、ん？いや、んじゃなくてさ、それでその後は？その後も何も、ただ出口まで案内しただけだけど。なあ、かなた、これ何の話？確かに。呆れたように尋ねてくる。あ、なんか今時のゲーム、今時のゲーム、うわ、なんか音入っとる。あ、すごい、YouTube みたいな作りしとる。何言って、お前が知りたいって言ったじゃん。言ったんじゃん。リアクションに音が入るやつ。俺がいつかなたの恋バナが聞きたいなんて言ったんだよ。俺はだな、今日来る噂の転校生の話を。あ、それが転校生だったんか。だからその転校生の話、あと恋バナじゃない。え、ああ、そういうこと？あまり察しが悪くてこっちが呆れそうだ。あ、ちょっとごめんね、画面の比率変えるわ。よいしょ、これよっこいしょ。ちょっと待ってね、こういうの撮影前にやれって話だよね。ごめんねあんまり察しが悪くてこっちが呆れそうだ。というかそもそも面倒な噂好きの知り合いに、月曜の朝から絡まれるこっちの気苦労も少しは察してほしい。ってことは、じゃあその本人が言ってたのか、その本人が言ってたのか。音がちっちゃいから聞きにくい。転校してきたとかなんとか。え、聞いてはいないけど。あのな、ならなんでその子が転校生だってわかるんだよ。わかるよ、見ればそれくらい。見てねえし、見てもわかんねえよ。頭を抱えてうなる奥村に見かねて、もう一度だけ状況を説明することにした。改めて彼女を見た時、まず目についたのは手に持った、これなんて言うんだろう、杖だった。まあいいや、廊下に響いていた音の正体はその杖だとすぐに分かった。加えてずっと閉じたままの瞳、おそらく、いや間違いなく目が見えないんだろう。お、強調もしてある。すごいな、おじさん現代を知らんからさ、なんかそういうこういうなんか現代のなんだろう、創作に触れるとちょっとテンション上がるな。はいはい、それで。おまけに綺麗すぎる服、決定的なのは履いていたスリッパ。来客用の履物だ、うちの生徒ではないのは明白だった。目の見えない人にその足が引っかかったりするスリッパを履かせるって、学校のバリアフリーどうなったの？保護者だったらクレーム入れるぜ。でもそれを言うんだったら自分で持参せいやって話になるから、どっちもどっちになるんか。世の中世知辛いな。探偵だね、探偵。そもそも校舎内で迷っているのだから在校生の可能性は低い。まあ1年生だとしても自分で道くらいは覚えるぜっていう話なのかな。向こうから、あの、すいません迷ってしまいましてっていうのだったら在校生っぽくはなるか。しかしながら制服を着て、いるのならおそらくは転校生か。目も見えない上に慣れない校舎なら道に迷っても当然だろう。多分散歩がてらに散策でもしてたのかな。マジか。実際職員室まで行ったら先生と保護者らしき人がいたし、彼女とはそこで別れて僕も家に帰った。それが先週末の金曜日のことだ。そもそも転校生ぐらいでなんだよ。騒ぎすぎ。わあ、今思春期、坊ちゃん思春期入っとるな。くらいとはなんだ。高校生活において転校生は重要な要素だろう。
席替えやクラス替えとはわけが違う。なんかあのテレビがブラウン管なのがすごい気になるんやけど。こういうのって言わない約束？あのこの下にある本とかってなんかビデオテープとかあったりするんかな。しまった、変なスイッチを踏んだらしい。あ、スイッチは踏むもんなんだ、押すんじゃなくて。わあ、なんかすごいな。今を感じ取るよ。すでに構築された交友関係の中に突如現れる異分子、それを取り巻いて変化するクラス内の人間関係。そんな大げさな。とにかくみんな転校生には興味津々ってことだ。彼方以外はな。わかったわかった。僕の知らないところでその新しい人間関係とやらを好きに構築してくれ。今も朝から熱く絡まれるとただでさえ憂鬱な月曜日の始まりがさらに嫌に思えてくる。ホームルームも終盤。普段は活気など全くないのに今日は教室中がざわついている。僕らの言った通りみんな転校生には興味津々か。姫川くん入りなさい。先生の声に応えるように扉がガラガラと音を立てて開く。開けてやれよ。前方に出された杖が床と擦れるようにシュルシュルと音を立てる。響く音を気にしてかこの前とは違い杖で床を叩く素振りはない。はじめまして、姫川美月と申します。クラス中の視線が一人に集中していた。これだけ視線が集まっていると普段は緊張するものだろう。でも彼女には関係のないことだった。それと私、見ての通り目が見えません。ご迷惑をおかけするとは思いますが、助けてくださると嬉しいです。彼女が自己紹介をあらかた終えると次は先生が彼女の席を決める。といっても教室の中央に空きがあるはずもなく、だってこういう時って端っこだよな。やっぱり、当然のごとく、彼女の席は、教室の一番後ろに新たに用意された机。要は僕の隣だ。用してはないけどな。お前の席がわからんから。委員長、案内してあげなさい。あ、先生に促されクラス委員が姫川さんをゆっくり席まで誘導する。こちらです、どうぞ。姫川さんを席まで送り届けた委員長が戻り際に僕の方を見つめてくる。面倒見てあげてくださいね。ちょっと待ってね。これでいいか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ウィンドウの調整が、なんか尺に触った。これでいいか。とでも言っているようだった。仕方ないとはいえ、重役を任されたみたいだ。ふう。思わず小さくため息も出る。あのよろしくお願いします。はじめまして、よろしく。おい、先週ぶりって言えよ、思春期。もしかしてさっきのため息聞こえてたかな。だとしたら申し訳ないことをしたと反省した。もしかして先日の方ですか。いえ、人違いです。なんで断るんよ、思春期。坊ちゃん思春期出すぎやろ。高校生で思春期か。ちょっとあれだな、大変だな。そうですか、失礼いたしました。ここで断る理由がわからんのよな。なんなんだろう、逆に気になる。
っぱ思春期だよな。思春期がありえんよな。なんか別に興味ねえしみたいな、あれやろ。中学2年生のやつや。ホームルームを終え、昼休み時間。次の授業までの短い休みでも、隣の席は大いに賑わっていた。いやー、すごいな。奥村が僕の机の上に座って簡単の声を漏らす。あ、お前もあっち側じゃん。そりゃそうなんだけど、それにしてもすごい人気だね、姫川さん。人気か。あ、隣の席では複数人のクラスメイトたちに囲まれる転校生。容赦のない質問攻めに嫌な顔一つせず、全てに答える愛想の良さ。それにあれだけ整った容姿だ。あ、すごい、左右反転した。単なる物珍しさを差し引いても、彼女の周りに人が集まるのは、ね、これ漢字が読めない。わかる。彼方も混ざってくるか。バカ言うな、なんでわざわざあの中に。それにそうでなくても今はやめといた方がいい。いぶかしげに首をかしげる奥村がこっちを見つめてくる。ただでさえ不安も多いだろうに、顔も知らない、他人たちに愛想よく振る舞って、愛想よく振る舞って。その上、ほんとよく聞き分けてるよ。めっちゃ思春期、いいな。思春期と、君とやん。思春期と黄色じゃん。いいな、こういう思春期したキャラクターってなかなかもう現代お目にかかれんから逆に新鮮だな。ちゃんと思春期をこじらせとるやつ。姫川さんの方に目をやる。驚くことに声をかけられるたび、逐一その人間の方に顔を向けているようだった。ピークが収まるまでとはいえ、あの野次馬たちに付き合うなんて。僕なら想像するだけでヘトヘトになりそうだ。人間強度が落ちるみたいなこと言わんから大丈夫かな。はあ。カナタってさ、他人にあんま興味ないくせに。そういうとこ、本当気がつくよな。気がつくよな。興味あるに決まっとんねんが、思春期やぞ。思春期なんて自分が人からどう見られとるかがもうこの世界の全てやからな。うん、世界が自分に注目しとると勘違いするってのが思春期だからな。うん、だからなんか声大きくしたり、リアクションね、なんかね、大きくしたりとか、なんかなんだろうな、やっぱ今別に見てわかることだろ。それに別に、他人に興味がないわけじゃない。出た。僕はただ他人とのちょうどいい距離感を保っているだけだ。いやー、思春期、共感性羞恥ってこういうことかな。ちょっとなんかおじさん痒くなってきた。いるやすみ。カナタ、昼飯どうする？食べる。いや、そんな根本的なとこから聞いてない。学食？それとも購買？ボイスがワンテンポ遅いんか？気のせいか？いつも通り。ああ、いつもの。やっぱり 0. 何秒、ボイスのスタートが遅い。だからなんか勘違いしてしまう。一瞬うって間があるやん。わかってるって。固め、濃いめ、油多めな。いつもそんな重い昼食食べてない。わあ、なんかすごい、何回も言うけど現代を感じるな。
YouTube、 なんかすごい YouTube 見てるみたい。まあこれこの動画は YouTube でお送りしてるんだけどさ、今日もじゃんけんで負けた方が行くってことで。あーすごい、いつも通り5倍でパンを買って教室に戻る。字幕はあと5倍くらい大きくせんとな。なんでゴーも負ける。確率ってのは本当に信用ならない。お、おや、カンナ、おや、かわいい。やあやあカナタ、八重歯がかわいい。違う、奥歯か。あ、ん、あ、あ、カンナ幼馴染だな。さては声をかけられて見慣れた顔に返事を返す。こいつとも、こいつともということは3人の腐れ縁か。小さい頃からの長い付き合いになる。とはいえクラスが変わってから久々に話す気がする。最近どうかな、天文部の方は。あー、そういえば言ってなかった。頭にハテナを浮かべるカンナ。先輩が早くも引退したことを含め現状をさらっと説明してする。おりりゅ、新入部員もいないし、このままだと廃部。ていうかなんでカンナが天文部のことなんて。なんでって気にしてもいいじゃないか。こう見えて僕だって天文部なんだし。自分はどう見られてると思っているんだろう。部員って言っても幽霊じゃん。うるむしよ。カンナは他の部活に入ってないこともあって天文部に名前を貸してくれている。活動試合には参加しない完全な幽霊部員だ。ああなるほどね。最近調子どうじゃなくて天文部どうって聞いたのはまあ一応そういうきっかけがあるってこと。だけど僕と先輩の2人だった去年の天文部は、カンナのおかげで首の皮1枚つながっていた。本当は僕も活動に出たい気持ちはあるんだけどね。まあ、大体部活は3人であの部の存続が決まるみたいなことやからな。だから先輩がおらなくなったらカンナと、2人だから、廃部決定ってことか。どうにもアルバイトが忙しいんだ。別に名前貸しだけで十分。それにどっちみちもうすぐ部自体なくなるから。ん、すでにもう諦めてるのかい。あと一人くらいなんとかなりそうじゃない。不思議そうに尋ねてくる。もう5月だし新1年は、大体もう部活に入ってる。それに別に僕は廃部ならそれでいいと思っている。もともとなし崩しに続けてきただけだし。そっか。でも彼方がそれでいいならいっか。まあ去年はカンナのおかげで助かったよ。これまでありがとう。一応お礼くらいは言っておこうと思った。いやいや、いいのさいいのさ。なんか気持ち悪いな、場面が気持ち悪いな。だからまあ正規のアリに戻すわ。よいしょ。本当はこれあれなんだよな。まあいっか。よし、上の線が気になるけど、まあ、あんなことでカナタの助けになるならね。また何かあったら僕にも言っておくれよ。あ、僕っ子だ。うん、じゃ。そう言い残して軽く手を振りながら僕はその場を去った。昼休みも終わり、午後の一発目の授業、体育。晴れた空と照りつける日差し。そんな中、今日の授業内容はサッカー。ここぞとばかりに喜ぶクラスメイトたちを尻目に僕はというと、
現実にいた。脇に抱えた体温計のアラームが鳴る。熱はないみたいね。1時間だけ休んで戻りなさい。はい。熱がないのは最初から分かっていた。そもそも調子が悪いわけじゃない。いわゆる仮病だ。ほほ、思春期。坊ちゃんの思春期がすごいね。無駄と分かりつつも体温を測るのは一種の儀式みたいなものだ。それじゃ先生はちょっと席を外すから、二人とも何かあったら呼んでね。そう言い残して保健室の先生は部屋から出ていった。保健室の中には僕ともう一人、僕の向かいでタオルに顔を埋めたままうなっている女子生徒。ありきりとなった。先生が出ていたドアの音に反応するようにピクリと女子生徒の頭が動いた。そしてガバッとタオルから頭を上げる。坂本結衣。ほう、リボンの色からして先輩かな。やっと先生どこか行ったよ。なに美咲、また仮病？よくないな。まさか自分のことを棚に上げて説教してくるとは思わなかった。これがあれか、誘ってきた先輩か。先輩こそ他人のこと言えないじゃないですか。私にはやむにやまれぬ事情があるんじゃよ。じゃよ。そうだったんですか。気になるじゃろ。気になりません。別に。気になれ。そこは気になって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 夜も眠れなくなりなさいよ。どうやら僕と同じく相変わらずで元気なようだ。はいはい、じゃあ聞きますよ。このパターンは付き合った方がむしろ手短に済む可能性が高い。それがね、実は英語の宿題やってくるの忘れちゃって。それで？それ以外に理由がいるのかい？謎の決め顔である。そして案の定ろくでもない事情だった。思えばこのむちゃくちゃな先輩に出会ってしまったことが僕の高校生活において最大の転機と言っても過言じゃない。こう見えても3年生一つ上の先輩だ。そして去年僕を強引に天文部に勧誘した張本人でもある。宿題忘れたくらいで。そういう美咲は何なんだよ。体育ですよ。美咲は軟弱者だからね。思春期ってことを加味するとなんか体育のサッカーの時間に活躍できないというか、なんかそういうどんくさい自分をクラスのみんなに笑われるのが恥ずかしいからっていう理由でなんか仮病を使ったんかな。煽るようにニヤニヤと笑みを浮かべてくる。軟弱者って知ってますよね、走れないの。ああ、そうだったね。お？全て分かっていたくせにとぼけたように返してくる。ほう、怪我？でもまあ変に気を使われるよりはこうやってネタにしてくれる方がありがたい。時に天文部部長くん、最近どうだね。天文部の方はうまくやっているかね。先輩が引退してから何も変わってないですよ。このままじゃ人手不足で廃部だそうで。バカもんが！勢いよく手刀が降ってきた。誰ですか。そんなことよりどういうことなんだ。廃部だなんてありえない、ありえない、絶対ありえない。
手足をバタバタと振り回して子供のように抵抗する年上の先輩。私が君に部を託したことが間違ってなかったと証明するのです。託したって投げたの間違いでしょ。受験生は忙しいのです。勉強をおろそかにしているくせに受験生を代表しているかのような態度だ。もう美咲さんたら嫌ですよ。部員が足りないなら引っ張ってくればいいじゃないですか。おバカなんだから。こういうところから僕という天文部員が生まれてしまったんだろうか。今日の星占いのコーナー、1位は双子座のあなた。何でも思い通りになる一日。欲求はすべて口に出して、きっとヤギ座の後輩が全部叶えてくれます。出た、パワハラ占いだ。までに部員を探して、私たちの思い出が詰まった天文部を死守すること。そう言われても。返事はいつもイエスか了解かでって言ってるでしょ。理不尽の権化なのだろうか。ああ、わかりましたよ。まあ一応今週末までは頑張ってみます。鬱陶しいほどに上機嫌だ。それにしても私の占い本当当たるな。なぜだろう。休憩していたはずなのにどっと疲れた気がした。放課後、正直先輩にはああ言ったもののどうしたものか。新しい部員といっても当てなんて全くない。部の存続には少なくとも部員が3人は必要だ。頭数の1人分は今年もカンナに頼むにしても、問題はあと1人か。先輩の言う通り、誰か暇そうな生徒を引っ張ってくる方法もなくはないけど、結局それで幽霊部員2人と僕。なんて不毛な部活なんだ。だいたいそれなら僕も幽霊部員にある自信がある。つまり最低でもまともに活動に参加する部員があと1人はいる。数秒考えて、やっぱりこの計画には無理があるように思えた。カナタ、帰ろうぜ。お前陸上部は？今日は休み休み。またすぐバレる嘘。少し首を曲げて窓の外を見ると、グラウンドには陸上部員がいた。僕はすることがあるから。それじゃ。ちぇ、なんだよ、塩対応だな。不満げに言ってくる奥村の声も聞こえぬふりで、僕は教室を後にした。扉を開けて部室に入る。空気がこもるのが嫌で、扉は開けたままにした。はあ、先週にはもう来ないつもりでいたこの部室、まさか週明けにはもう戻ってきているとは思いもしなかった。ひょっとすると僕の覚悟は弱すぎるのかもしれない。しばらく時間潰していくか。別に本当は何をするでもない。でもせっかくの時間をただ浪費するのも惜しい。せめて何か有意義に使うか。数時間後、あれから、今日出ていた宿題をしたり今後の方針を考えたりして、それなりに時間が経った。
まあ今後の方針といっても結局妙案を思いつくことはなかったけど、さてと再び窓からグラウンドの方を見下ろしてみる。そこには練習に勤しんでいるサッカー部、野球部、そして陸上部。しかしそこにあいつの姿はなかった。あいつやっぱり帰ったな。小さく息が漏れる。そのままなんとなく窓から陸上部員たちを眺めていると、お、廊下から音が聞こえる。これすごいデジャブを感じる。というか今度は音を聞いただけで全てを理解した。あの、声の方を向く。開けっぱなしの扉の前にやはり彼女がいた。いらっしゃいますか？僕のことだろうか、それともまた人の気配をたどってここまで来たのだろうか。うん、いる。迷ったの？いえ、その美咲くんですか？その隣の席の。え、ああそうだけど。一瞬周囲が静寂に包まれた。一体何なんだ。まあとりあえず立ってないで入りなよ。椅子用意するから。あ、はい、ありがとうございます。椅子を一脚用意して姫川さんをそこまで誘導する。ありがとうございます。それでどうしたの？どうしたということもないのですが、早く校舎の間取りを覚えようと探検をしていまして。それで迷ったと。それじゃあ、あ、違うんです。ん？迷ったわけではなくてですね、クラスの人から聞いて美咲くんを探してきたんです。おう、どういうことだろう。全く状況がつかめない。少し頭の中で彼女が僕を探す理由を考えてみる。けれどやはり思い当たる理由など特になかった。なんで？気になっているんです。何が？美咲くんのことがです。謎は深まるばかりだった。よくわかんないんだけど、結局何しに来たの？そうですね、じゃあ当ててみてください。そう言って微笑む彼女。かわいい。これはなんだ？この時間は一体？どうやらこの転校生は僕の想像より変わり者なのかもしれない。さあね、わかるはずがない。おい、思春期出すなって。そもそももうとっくに考えるのもやめている。やっぱりそれです、美咲くん。だから何？美咲くん、今私と関わりたくないと思っていませんか？何やら面倒な質問だ。別にそんなことはないよ。可能なら普通に仲良くしたいと思う。まず否定から入る子なんだな、君は。これが最も無難な返しだろう。それは良かったです。でもそれじゃあ美咲くんは随分臆病なんですね。声色は柔らかいのになぜか妙に緊張感が走った気がした。まあ思春期ボーイだからな。どういう意味？そうですね、ではそろそろ本題に入りましょう。私ずっと気になっていたんです。どうしてあの時人違いだなんてとぼけたんですか？思春期だから
あの時、あの、なんだろう、人からどう見、思春期ってやっぱ人からどう見られとるかっていうのを意識しがちだから、自分の気持ちに素直になることが恥ずかしいんだよね。うん、自己開示が下手くそやから、そもそもが、うん、自己開示が下手くそで、できなかったり、その下手くそだったりするのにもかかわらず、他人からはよく見られたいっていう感じがあるから、自分がそのね、自分の気持ちを素直に話すことで相手になんか嫌な印象を与えないかっていう、その臆病、うん、それこそ怯えから来るもんなんだよ結局のとこね。あの時、あの、ん？もしかして先日の方ですか？いえ、人違いです。そうですか、失礼いたしました。今朝のことか。別に本当に身に覚えがなかっただけ。私、声くらい覚えていますよ。あれから数日経っているのに、すごい自信だ。まあ、目が見えないからね。夢川さんの勘違いかもね。それか他人の空にかも。わかりました。では、どうしてさっき私がここに現れた時、迷っていると真っ先に思ったのですか？いいね、思春期ホームズよりもさらに上手がおったな。別にそうかもと思っただけだよ。前にも同じことがあったからですよね。違いますか？ああ、わかった、もういい、もう面倒だ。さすがにこれ以上は逆効果だろう。それで、だから何だっていうの？おお、自分の心を素直に言い当てられたら恥ずかしくなって逆ギレするんよ。ちゃんと思春期を描けとるな。いえ、そのずっと美咲くんの意図を考えていたんです。思春期は意図じゃないんだよ、本能なんだよ。どうしてそんな嘘をつくのかなと気になって。暇だね、姫川さん。うわあ、子供の返し。精一杯の皮肉だったけど、皮肉じゃないんだよ。またです、美咲くん。そうして他人との距離を作っているんですか？他人を遠ざけるというよりは距離を調整する感じでしょうか？できてませんけどねって言葉があったら、それが皮肉になるのよ。他人と深く関わるのが怖いのではないですか？それで臆病なんですねか。さあ、どうだろう。人が嫌いというわけではなく、でも仲良くなりすぎないようにもしている、そういうふうに思います。へえ、どうしてそう思うの？僕がそう聞き返すと、彼女の口角が少し、緩んだ気がした。そうですね、美咲くん風に言うのであれば、聞いていればわかりますよ、それくらい。こうしてまた僕はちょっと厄介な人間に目をつけられてしまったみたいだ。おー、空と黄色。